見栄えは大丈夫。見栄え黒いからわかんないね。どう？この辺に。うん。三味線聞くのに邪魔にならないところ。はい。遠いとやっぱあれでしょ、声拾うの。あ、でもね、割と拾うと思う。やってる？やってるよ。はい、どうぞ。いきなり。はい。日本一の高校3年生、はい、牧野大輝君です。はい、牧野大輝です。よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあ、三味線を、はい、見ていただいて大事な、はい、どうもどうも。はい、はい、居酒屋千秋、ようこそいらっしゃいました。はい、よろしくお願いします。高校生なんでね、お酒は出す。そうですね、まだ飲めないはい、あと、牧野くんは、まあ、お父さん、
世界的に、ね、有名に、はい、なられてしまったの牧野画伯三つ則さんの息子さんでいらっしゃいます。あの4月に、ゲストで出ていただいたんですけれども、はい、以前は、はい、失礼しました、はい、父が失礼しました。あの、ね、本当に、素晴らしいギャグでね、先生がね皆さん笑いの渦に巻き込んでいただいて、はい、盛り上げていただいたんですけれども、お父様画家でいらして、あの、はい、お母様ピアノの先生、ね、ピアノの、はいはい、講師をやっています、ね、やってらして、はい、で牧野くんは、2000年生まれの18歳、はい、今18歳、高校3年生、はい、習い始めたきっかけっていうのは、はい、もともと母が、津軽三味線をやっていて、うん、そうなんですね、はい、そうですね、それをあのお祭りとか、うん、そういうところで弾いていて、うん、それを見てかっこいいなと思って始めたいって言って、始めさせてもらいました。そうですね、はい、それから、まあ、4歳、はい、4歳から始めて、はい、で今は東京の方で、はい、月2回東京の、はい、師匠についてレッスンに行っています。でそれからもう本当数々の賞を総なめ、はい、もう本当に日本一、もう世界でも大会でもね、あ、そうですね、世界大会でも、はい、素晴らしい賞受賞されてるんですけれども、まずもう小学校で小学校6年生ですか、はい、そうですね、初めての、はい、優勝は全国大会、はい、ジュニアの部で優勝されて、そうですね、小学6年の時に、うん、はい、もうそれからもずっと毎年ですよね。そうですね、毎年毎年、はい、もうほとんど優勝、全国大会優勝、ジュニアの部で、小中学校のうちもう5回は全国制覇してる、そうですね、はい、うん、でそれから、高校生に上がってからは、はい、大人の部に挑戦して、大人の部に挑戦して、はい、もうまず高校1年生の時に、はい、出場された大会では、はい、一般の部門で最年少で優勝、あ、そうですね、はい、ね、大阪で行われた全国大会なんですけど、ね、はい、そこで、すごいですね。でも高校2年生の時も歌付け指定曲部門で優勝っていうのは、はい、どういった、はい、これは、津軽三味線って、もともとその津軽民謡の伴奏楽器だったんですよ、うん、はいはい、でその伴奏楽器がその独奏として生まれたのが、うん、その津軽三味線の今のさっき僕が弾いたようなああいう形 で、うん、でそのもともと伴奏としてあったその伴奏を大会としてなんか、やろうってなって、でここの大会がその歌付け部門っていうのをあまりやってるとこないんですけど、ここの大会をやってて、で、指定曲部門なんですけど、これは、津軽の五大民謡って言われる5つの津軽民謡から1つを選択して、それをプロの歌い手さんが歌ってくださって、それに即興で伴奏するというもので、はい、なので、はい、なかなか難しいんですけど、はい、それもうその場へ行かないとわからないその曲、そうですね、どの曲になるかっていうのは、はい、この場合は、指定曲だったので、曲は、はい、指定していたんですけど、うん、他にその抽選っていうところもあって、うん、その五大民謡の中から一つを抽選でくじ引いて、うん、その場で出たやつを弾くっていうのがあるんですけど、うん、まあ、そこもいずれちょっと優勝したいなと思っているので、はい、素晴らしいですね。いや、本当に即興もすごいですけども、とにかく毎年こうね、はい、入賞されて、そうですね、はい、うん、頑張ってらっしゃいます、ね、はい、順調に来ているのでよかったですけど、三味線は即興が基本なんですか、大会の場合は制限時間があるので、うん、一応曲は決めるんですけど、うん、さっきとかあと他のなんか舞台とか、うん、はい、時間がそんなに決まってないようなところだと、うん、即興で弾くことが多いですね、はい、こうなんですか、もう勝手に手が動いちゃうんですか、そうです、は
い。なんか自分の中でなんか引き出しみたいのがあって、次はこういうフレーズにしよう、次はこうしようって弾きながら考えて弾きます。やっぱ練習、お家でも練習するでしょうけれども、はい、1日にどのくらい弾かれます？今はちょっと受験があるので、そこまで練習はできてないんですけど、去年とかその高校入ってからは、まあ学校から帰ってきたらずっとやってるみたいな感じでしたね。いやそちらにちょっとあの気になってるんですけど、はい、バチを見せていただいていいですか？はい、はい、大丈夫ですか？はい、大丈夫です。はい、なんかもう値段聞いてちょっとあのビビってしまってるんで震えちゃうんですけど、これ素材は何でできてるんですか？これは、さっき使っていたのは白水、はい、持ち手が白水牛で、うん、上は別甲ですね。はい、亀の甲羅ですよね、別甲ってね。はいはい、高いですね。別個高いよね。別個は、はい、そうですね。結構まあ質にもよるんですけど、この黄色い部分が多いと高いって言われてるんですけど、まあでも全部黄色だといいっていうもんじゃなくて、はい。これはまあ2桁ぐらい。2桁万円。だそうです。まあ。はい、ありがとうございます。はい、壊すと大変なんで。なんかもう一つ、はい、そちらはあれですか？こっちは色が違いますけど、また。はい、これは、持ち手は象牙になってまして、はい、触って大丈夫？はい、大丈夫です。三桁前、三桁前。いやこれはさっきのよりは高いですけど、はい。そうですね。三桁はいかないですけど、はい。どういう使い分けっていうか、どういう時、これは、そのさっき言った、はい、怖い怖い。このバチは、歌付けの時に、使っていて、あとこれは、はい、こっちの白水牛は、はい、その結構弾きやすいので長く弾く時だったり、その30分とかお時間いただいて、あの舞台とかで演奏する時はよくこれを使っていて、だと家にもう一本あるんですけど、それは曲弾きの大会用っていう風に決めていて使い分けてます。いろいろあるんですね、素材にね。はい、やっぱ本体もやっぱりいろいろ素材がある。ごめんなさい、見せていただいてもいいですか？はい、すごい、もうなんか本物を見るのっていうのはすごい目の前で見るのめったにないんですけども、ね、はい、それぐらい。車が変えてしまう。お手入れとか大変じゃないですか？そうですね、結構いろいろ繊細な楽器なので、そうですよね、はい、結構毎日チェックしたりして、ちょっと音が悪いとメンテナンス出したりしてますね。ちょっとこう全体を見せてもらって。はい、すごい。いろいろあれやっぱりあるんですか？このなんていうの、ネックじゃない、なんて言ったら今これですか？これは、糸なんですけど、弦で、これはまあいろいろ素材があって、こっちの木もその三味線によって素材が違いますね。はい、やっぱり津軽三味線用の、いや津軽三味線の中でもいろいろあって、はい、そうですね、何種類かあるので。それ何キロぐらいあるんですか？これ測ったことないんでわからないですけど、持ちますか？いいですか？はい、本当に、3桁何キロ？そこそこ重い。結構重たい、はい、どのくらい、何キロ？何キロですかね。3キロくらいあるかな。そうですね。結構ずっしり重いですね。なんでそれずっとこうやって持って弾いてるんでしょう。で、またバチも結構重たいですもんね。はい、そうです。うん、やっぱ筋肉使いますね。筋トレとかもするんです。いやまあでも筋トレは関係ないですけど、まあ、自然についちゃう。はい。ありがとうございます。はい、いくつかやっぱコレクションみたいなのあるんですか？三味線ですか？うん、そうですね、やっぱ、一丁だとその不安なので、そういう遠出とかするときは、まあ、2丁か3丁ぐらい持ってきます。持ってくんですね、はい、やっぱりね。
ありがとうございます。ねえ、あるでしょうね、いっぱい。 もうどんどんあのピンキリですか。あ、そうですね、三味線はピンキリですね、はい。素晴らしいですね。高いのはいい音出るんですか。そうですね、やっぱ高いといい音はしますね。だいぶ変わってきます。猫の皮。いや、皮は犬なんですけど、はい、はい、なんか民謡の三味線はあの長唄三味線とかは猫なんですけど、津軽三味線ってすごい強く叩くので猫だと耐えられないんですよ。あ、そうなんですね、はい、なので犬の皮を貼ってます。やっぱりそう、犬とか猫使わないとこの音は出ないんですね、はい、そうですね、合皮とかもあるんですけど、なんかやっぱ全然音が違うので、違うんですね、はい。それちょっとね、あの、あれですね、デリケートな問題なんですけど、ちょっと保護団体からね、いろいろね、お叱り受けちゃうかもしれないですけど、でも伝統だからね、うん、伝統のやっぱりね、すごい素晴らしいです。ありがとうございます。はい、まあ、あの先ほどお父さんのお名前お父様のことも出てきたんですけど、 お家でもお父さんお母さんとあのすごい仲良しですね。あ、まあそうですね、うん、悪くはない。一回あのお邪魔したことがあるんですよ。アトリエをね、お父様のアトリエを見学させていただいて、4月に。すっごい三味線聴きながらアトリエ、そう、ね、三味線も弾いていただいて。ちょっと今度も液体だってこと、ね、はい、ぜひ、はい、いらっしゃいました。やったー、はい、マケンさん、はい、お邪魔します。お邪魔します。巨匠、巨匠、巨匠、なんかやってるよ、なんか宇宙と交信してる。いろんな方が、あの、はい、そうですね、こちらですね。え、お父様今どちらに行ってらっしゃる。今インドネシアの方に。インドネシア、はい、もう飛び回ってますよね。そうですね、あちこちね、ありがたいことに、はい、いろいろお話いただいて行ってるみたいに。表彰式ですよね、結局。そうですね、賞を、はい、いろんな国で賞をね、はい、取られて、そのまあ、国賓ですよね。はい、うん、でもなんか連絡来たんですけど、なんか1日か2日ぐらいはなんかそういうなんかパーティーとかそういうのに出席しなきゃいけないんですけど、なんかあと遊んでるだけだって言って、なんか バーベキューとかやってるみたいで。ついてっちゃうよ。そうですね、はい、ついてたことないですか、そういうの。いつも学校があるので留守番で、はい、夏休みだったからね。そうですね、今回は行けばよかったんですけど、はい、あ、行ってたらね、ちょっとやりづらいで出ていただけたら。いやー、お土産待ってます。楽しみ。きっと見て、はい、見てるくださってると思います。はい、きっとまたね、超いいのつけてくれ。超いいね、いっぱいくださるんですよ、ね、本当に、本当にいい方ですね。あのギャグのセンスが抜群で。ありがとうございます。もうあの地元富士で、ね、はい、いらっしゃるんですけど、富士市28、平成28年に富士市の教育文化スポーツ奨励賞を受賞してらっしゃる。はい、そうですね。これはどういった賞なんですか。これは教育委員会、なんか富士のそういう文化の発展とか、うん、そういうのに貢献した人になんか贈られるみたいで、うん、貢献してますね。そうですね、いただきます。はい、すごい。これからもう本当にあのね、いろんな場で活躍していただいて、もっとメディアにもどんどん出ていただきたいと思います。はい、頑張ります、ね。はい、受験生ですよね、はい、今高校3年ですね。はい、うん、受験は、受験勉強されてますか。受験勉強は、まあ、まあ、ぼちぼち、ぼちぼち、はい、三味線の合間にみたいな。合間に。いや、あのやっぱ東京行きたいね。そうですね、上京して、働きたい場所があるので。あ、そうなんですか。はい、うん、それ三味線と、そうですね、民謡酒場って言われるところがあって、そのなんか接客とかしながら、うんうん、なんか舞台みたいなのがあって、そこで演奏もしてみたいな、そういうところで、はい、
へえ、はい、そこで修行をして、はい、あ、修行をしながら、しながら、はい、うん、そうですね、大学に行って、へー、はい、もう先輩かなんかいらっしゃる、あ、そうですね、はい、結構普通に遊びに行ったりとかするので、うん、東京に行った時に師匠に連れて行ってもらったりして、うん、なのですごいよくしていただいていて、なので、はい、入りたいですね、はい、ね、遊び行きたい、まあ、何箇所かあるんですよ、うん、そうですね、はい、いいなぁ、ね、みんなでツアー組んで、はい、え、なんですか、え、酒飲んで、あ、酒飲んで、民謡酒場、民謡酒場、はい、検索すれば出てきます、検索すれば、はい、出てくると思います、じゃあ早速調べさせて、はい、ね、みんなで遊ぶツアー、あ、はい、ぜひぜひ、ありがとうございます、すみません、ヤイズテレビの旗ツアーみたいな、いろいろ恋の、こういう、こんなの、あ、そう、そう、こういう、あの部分はい、あとはもうあっという間に、あと5分になっちゃったんですけど、はい、今後の、まあ、夢、まあ、それも夢ですけども、はい、野望っていうか、はい、ビッグな野望みたいな、なんかあります、ビッグな野望ですか、その先、そうですね、うん、まあ、プロの三味線奏者には絶対になりたいと思ってるので、うんうん、プロの三味線奏者になって、うん、まあ、世界で演奏活動をしたいですね、うん、で、まあ、いずれなんか父とコラボできたらいいなとも思ってるので、うん、はい、いやー、もう親孝行だね、本当にいい子だねねえ、うん、お父さんもやっぱりそう、前出てらした時にも息子さんと一緒に何かこうしたいっていう、ね、夢はね、はい、うん、なんですか、美術館、美術館建ってて、はい、そこで、あれですね、演奏ですか、演奏、ね、はい、うん、いいですね、そうですね、はい、その時はじゃあ司会かなんかに使っていただいて、あ、はい、お願いしますぜひ頑張っていただきたいと思います、はい、はい、あと何かあれあります、今後の予定っていうか、あ、演奏とかです、今年は大会、そうですね、大会はもう受験があるので、うんうん、一応出ないつもりで、イベントは、うん、なんか個人的な依頼とかばっかりなので、うん、あ、個人的な依頼も、なので出ていただけるんですね、はい、あ、なので、はい、いい、していただければ、はい、全然出るので、晴れて、じゃあお受験が終わって、はい、うん、決まった時にはじゃあ、そうですね、はい、うん、ぜひ一緒に、はい、ライブとか、あ、はい、お願いします、はい、わーい、千秋のライブに出てもらいます、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、じゃあもうこれからもね、一生懸命頑張っていただいて、お受験も頑張っていただいて、はい、頑張ります、はい、はい、じゃあまたやってる遊びに来ていただきたい、はい、ありがとうございます、ありがとうございました、ました、はい、本日のゲストは津軽三味線日本一高校3年生の牧野大輝さんでした、はい、ありがとうございました。ありがとうございました、はい、次の番組は藪崎恵子のザッキーだよです、ザッキーだよでした、あ、ザッキーだよ、はい、失礼いたしました、お楽しみにありがとうございます。